野党共闘に気合が入ってきたら、途端にやっぱり相手も怖いんでしょうけども、反共批判がすごいですね。我々黙ってはいけないので、私も反論させていただきます。暴力革命って言いますけども、今朝の NHK テレビでミャンマーの軍事クーデターをやっていましたアイノ言うんですよね。今の日本共産党と どこ見てもつながらない。だけどたまたま1949年に毛沢東が共産主義を標榜して軍事クーデターのようなことをやってしまって、それはマルクス・エンゲルスが言ったような条件が整ってなかったために、軍事独裁専制弾圧政治、安倍さんと同じことですよ。そういう状態になっていったのは、なぜかこちらにレッテルが貼られるえらい迷惑。共産主義ってことを改めて勉強しましたら、ギリシャ時代のプラトンも言ってるし、でマルクス・エンゲルスが近現代になって理論的にまとめてくれましたけど、要するにですね、資本があって労働があって資材を購入して生産して配分して幸せになる、これ全部同じなんですね、基本構造は。だから仮に共産党政権になっても資本主義的構造は変わらない。じゃあどこが違うか。要するに今の安倍菅竹中内閣の惰性でやっている新自由主義という弱肉強食資本主義はですね、不道徳で無限の欲望を持った資本家のために結局みんなが不幸になってしまっている、ここだけなんですよ。だから私あえて言います、初めて言います、共産主義とは倫理性のある資本主義のことですよ。となると、僕はもうよく存じ上げてますけど、いつの間にやら志位和夫委員長が率いるですね、人柄のいい、そして頭が良くてしぶとい、こういう倫理性のある政党が政権の中心にならないと、この国の方向は変わらないし、変われば我々が幸せになれる。ですからどうぞ比例は間違いなく共産党、皆さんも広げてください。以上です。